さん、明けましておめでとうございます。新年挨拶動画でも話したけど、この茶番劇場はあと数回続く予定だよ。で、今回なんだがな、お前ら、伊達巻食ったか？ああ、ゆうかさんが作ってくれたあれですね。すごく美味しかったです。あれな、単にゆうかの料理の腕がいいだけじゃないんだ。というと、素材が特別なのか？ストモフ。盗んできたのか？そんなことないよ。ちょっと卵をな、取ってきたんだよ、クリスマスに。ああ、リグルが言ってた危ない運送用か。ちょうどその時の映像があるから見てみようか。お前卵って比喩の卵じゃねえか。というかなんだよあの格好。クライアントにプレゼントを届けるサンタさんですが何か？待てお前ら責任者である俺に何も言わず何をやってるんだ？注文された商品を出来たての状態で運送用。卵はそういう感じで用意すんのかよ。アリンの養鶏場からもろろ。いやー、俺ね、あの養鶏場の鶏小屋暗い丸飲みしてっから入れないんだよね。お前本当に何やってんだよ。まあぶっちゃけた話、この仕事結構前からやっててさ、ユユブレミが開始する前までは霊夢もやってたんだぜ、儲かるから。でもそれならあいつテンション高いはずなのに。なんでだ？年末全部費やしたんかーい。そういえばマリサさんに泣きついてましたね。給料どころか貯金全部燃やしたのか。だがクリスマスの作業の影響が今になって起こってしまったのさ。うわ、びっくりした。いやーね、あの時親のユウがいないことに違和感を感じていたんだけどな。それが今になって子供が亡くなってることに気づいてさ、暴れてるらしいのね。じゃあ謝ってこいよ。そして食われてこい。冗談だよな。で、報酬という餌に釣られた霊夢です。やっと本職ができますよと、カナリアです。今回はクリスマスに卵を奪われて今更暴れ始めたという比喩夫婦の怒りを鎮めに行きます。一応一番被害を出しているオスの方だけでいいとは言われてるけど、メスの方も仕留めて、ついでに卵を1個もらっていきます。メスの方はわかりますが、なぜに卵？売るから。というわけでメインターゲットであるお父さんをカレーにスルー。その登り方フロンティアでもできたんですね。はい、あれが卵を奪われて覚醒したお母さんです。その背中からは覇気をまとっているのがわかりますね。くそ、覇王色か。ということで戦闘開始です。お金のために。キメイマルさんからいくらもらったんですか？とりあえずそう簡単にくたばらない装備だから適当に遊んでても勝てるよ。さすがに圧縮1回じゃ点灯しないよね。私撃ちまくるからかなちゃんを取りよろしくね。やっぱそういう役割ですよね私って。最近だとイビル城の捕食で身代わりやってたりするもんね。もうよだれでベトベトで。ガタ。帰れ、殺してモンスターの餌にするぞ。しょぼーん。本当はあいつ懲りないよね。鍵の剣といい。ニトリさんにお願いして新しいの作ってもらいましたから、多分大丈夫ですよ。もしこれ以上何かあったら駅に言うんだよ。やってくれるから。大丈夫です。やるなら私も得意ですから。勘弁してください。とにかくエリア移動されないように点灯狙いまくるよ。でもレウス狩ることも考えて弾の管理はちゃんとしてくださいよね。カットしたから問題ない。まあこれがメインじゃないので大丈夫だと思いますが。というわけで卵をもらっていこうかな。ちゃんと持ち帰れるように競争役グレート飲むよ。キメイマルさんのサンタ防具は運搬系スキルがありましたけどこれにはありませんからね。間違っても走った状態でジャンプしないでくださいよ。それは不利かな？ふざけてるとカットしますよ。やだーかなちゃん、そんなは。どっちでしょうか？なんも言えねえ。いやしないからね。あ、本当にいた。ちゃんと挨拶しないとね。挨拶は大事だよ。そうですね、挨拶は大事ですよね。あ、ペイント弾撃っとけばよかった。逃げられたりワールドツアーやられたら面倒だから撃っとかないと。そして私がお取り扱いなんですね、やっぱり。その間に私がレウスを倒してあげるから安心してね。わあ、とても安心ですね。ところで今毒弾がランゴスタに当たってましたが。ああ、うん、狙ってだよ。はいはい。ところで装備紹介とかはいいのかな？まあ、ほどほどにやればいいんじゃないんですか？この防具はね、頭はハンターランク昇格した後にもらえるピアスで、それ以外のやつは、フロンティアにおけるオリジナル要素、N ポイントでもらえる、N の塊というアイテムで生産できる防具だよ。まあ、ゆゆ先はハリセンネコクジというガチャで100個ほどもらってるんだけどね、ネカフェにも行かずに通常プレイで集めるとなるとかなり大変だよ。はい皆さん、これがリオレウスの特技、ワールドツアーです。なかなか戻ってこない上に場合によっては期間後に再出発ということもあります。なお、
狩人祭などの素早く多くのポイントを稼がねばならないとのその際、ボーナスクエストがリオレウスとなった場合、ワールドツアーされる前に狩るか、ボーナスだろうとレウスを除外するのどちらかの選択をします。ゆゆさきは、まあ、クエストのランクによりますけどね、貝なら出会い頭に倒せますからね。上位でもその気になれば飛ぶというアクションを許しませんからね。スゴーで、G 級からは少し悩むレベルですかね。スゴーでも普通に狩れるんだけどね。ワールドツアーされるとボーナスクエストではタイムロスがひどいんだよね。見ましたか、ワールドツアーから帰還する際、レウスは場所を選びません。エリア外に不時着するのなんて日常茶飯事です。これによってさらに時間がかかります。ベテランハンターなら攻撃特化スキルを盛りまくってギリギリスタイルで行くんだけどね。うちのゆゆさきには真似できないことだよ。霊夢後で職員室な。職員室なの？というかいたのか。一応な。全く鬼名丸には困ったもんだよ。こういうことはちゃんと言ってくれないとさ。そうですね。ところでさ、おう、このレウス君はいつになったらやられてくれるのかな？気が向いたらじゃね？じゃあやる気全開ならいつまで経ってもやられないってことですか？適当に選んだ武器でぶっつけ本番だかれどな。生産、強化から4分の出来立てなんだよ。名前と見た目からしてクシャルダオラの武器なんだね。防具の見た目に合わせてるんですね。鋼鉄仕様です。防具に関しては N の塊消費しただけあってなかなかのスキルだな。砲術神、狙い撃ち、反動軽減など、いろいろだね。この紹介ちょっと遅くないですか？いつものことだが茶番動画なんでね。麻痺させるから一気に畳みかけるよ。すっごくグダグダしそうですね。お？これは見事にはまってくれましたね。レウスの滑空はこういった段差を利用することで閉じ込めることができるんだよ。残念ながら 3DS じゃないんでね、段差を上り下りするなんてことができないんだよ。ご覧の通り、足を引きずってるけど逃げられないんだよね。残念だったなレウスよ。これが別の機種だったら逃げられたのに。何か見えない壁に阻まれて動けない虚しさ。まあまた滑空すれば逃げられるんだけどな。ふお、ブレスは普通に届くんだったね。今さら逃げたところで。いやーお疲れさん。次勝手なことしたらお前の立ち絵なしな。私、仲間、信じて。ところでヨウムは？冒頭の撮影が終わって休暇です。まったく、最後までちゃんとやれよな。お前のせいだけどな。それで、次回最後なんだっけ？あ、だからね、初心に帰ってガンブレイチをやるよ。思い出せ、お前の初心はマインクラフトだよ。というわけで次回も、ゆっくりしていってね。